皆さんこんにちは、内藤です。今日はですね、夏服を4枚かな買ってきたんで、ちょっとそれをご紹介したいと思います。じゃあまずはじめは、はい、これまずザ・ノースフェイスの、T シャツ。まあ、これは至って普通なシンプルなザ・ノースフェイスの文字が入ってるだけので、後ろにワンポイントが入ってるだけの T シャツですね。速乾性とか特別な機能がある T シャツなのかなって感じですね。早速着てみましょう。よし、至ってシンプル。俺最近このヨレヨレの白 T シャツばっか着てたんですけど、これはやっぱり生地がちょっとしっかりめっていう感じですね。続いてこちら、じゃじゃん、色が一緒、チャムス。これも、T シャツがねシンプルな感じで良かったんで買ってきました。着てみましょう。ものすごくシンプル。同じ色だね、全く。こっちの方が生地はしっかりした感じですね。だからあんまりよれない感じ。ただ夏だとちょっと暑いんじゃないかなってぐらい、しっかりしてる。はい、もう一つシャツ。はい、じゃじゃん、またチャームス。はい、ザ・シンプル。まあ、やっぱ夏はもう T シャツ1枚で僕は出歩くんで、シンプルなやつがいいかなと思って3枚ぐらい買い出しました。で、最後にもう一つ。これはね、夏にはねちょっと暑すぎて着れないと思うんだけど、これダダーン、ハリー・ハンセンのウィンドブレーカーじゃなくて、ジャンバーじゃなくて、これを買い出しました。これね、今の季節でもちょっと暑いかなってぐらいなんだけど、夜とかねまだ涼しいんで、これを羽織って出かければいいかもしれない。何がいいかっていうと、この色合いがね僕は良かったんですよ。赤とこの白で、あとネイビーが入った感じで、ちょっと昭和っぽいデザイン。これに一目惚れして買っちゃった。なんか意外とありそうでなかなかないデザインっていうか色合い、ちょっと古いっぽい、昭和っぽい感じ、レトロな感じがいいなと思ったんですけど、ちょっと鏡で見てみましょう。まあこういう感じで、今の季節かな、着るとしたら、これを1枚シャツの上に羽織って出かけたりするのもいいかなと思って買い出しました。この色合いが好きですね、僕は。まあこれを着ていろいろ出かけたいなと思います。ということで、ぜひ楽しんでくれたらチャンネル登録、そして、関連動画もねぜひチェックしてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。